こんにちは。上野グリーンクラブですね、今日。そうですね、はい、搬入に来てこれから仕入れをしたいと思います。仕入れ、はい、今日は山荘フェアといって、山荘屋さんが上野グリーンクラブにお店を出してるんですよ。なるほど。春一番の山荘、まだ葉っぱのないような山荘を仕入れて、小さい山野草のね、こういうのを作りたいので、はい、今日は買いに来ました、はい、結構穴場のイベントだって、まあ、ていうかなかなか葉っぱのない、山野草を売ってる人いないですからね。もう買いに来る方はね、プロ中のプロっていうか、もう愛好家、うん、でももうすごい人ばっかり。なるほど、はい、ちょっとその辺を教えてもらいながら、はい、一緒に見て回りたいと思います。はい、行きましょう。はい、どうぞ。じゃあ端っこからっていうところで、一番端っこから見ていきます。これはね、うちでもありますね。雪の下のすごくちっちゃいやつ、よくほらこんなちっちゃい鉢入ってるでしょ。これは、ね、持ってる。わ、これは珍しいわ。高いもん。ほら、一目2500円だけど、岩うちわですよ。岩うちわっていうのこんなちっちゃくないんですよ。で、さらに白花です。普通はピンクですからね。やっぱこれは高い。ちょっとでも見てみましょうか。希少ってことですね。ああ、だって隣500円ですか。そうですね、1500円。ちょっと自信がな、日陰なんですよこの植物。岩うちわっていうのはね、高山性のものなんで、うちなんかだと日陰に置かないといけないんだけど、でも岩鏡よりは育てやすい、岩うちわだから。ちょっと買ってみてどうなるか、どうなるかやってみましょう。はい、と今タネちゃんが言った種田さんです、はい、種田さんですね、はい、そう、うちの近所なんで一緒に見に来ました。これね、猫の味噌っていうのがあるんですけど、それのちっちゃいやつ、本当はもっとこんな大きいんだよ、あの野生のやつ。普通にそうだな、この辺だと多摩の方行くと生えてるのは何かあったんだけど、これはそれの一番ちっちゃいやつで、私もよく買います。かわいいの、花猫のメソっつって、なんで猫のメソっていうか、この花かな、咲かないと分かんないけどね、猫の目みたいな花が咲くんで、派手な花じゃないですよ。これはつぼみです。つぼみなの、白っぽい花ですけどね。これはね、横にこう増えるんで、溶けなければ大丈夫。どれがいい？土は鹿沼なんですか？ほとんどの山野草の方は鹿沼使いますけど、鹿沼の方が根がこう締まらないので、分けやすいから。赤玉でもいいですか？私らは赤玉で植え替えます。そうすると締まって伸びなくなるんです。山野草の方は全部ほらポットで売ってるから、増えたら割るから、それでカヌマです。選びます。これが意外と締まってる、触ってね、硬い方がいいんだよ。ふにゃふにゃしてるっていうのは、要するに日が当たってなくて間延びしたってことだから、触って固めがいい。花かわいいんです。で、これはよくあるアルメリアでしょ。この辺はね、ちょっとね、大きくなっちゃう種類だから、うん、これはあれでしょ、クリスマスローズ、斑入りのね、綺麗だよね。でもね、これがよくわかんないんだよね。これ盆栽になりそうだよね。ナギイカだ、ナギイカだ。こっちの方はほら、いっぱい子供が下から多分生えてくるタイプなんですよね。こういう実がつくんだよね。オスメスなのかな、これ草なの。ここにね、よーく見るとほら、お花咲いてるでしょ。うん、この葉っぱの上、うんうん、あの花イカだって植物があって、うん、葉っぱの上に実がつく。そう、葉っぱの上に実がつく。ほら、上にね、うん、イカダなの。だから葉っぱをイカダみたいに考えて、その上に花が咲く。草なんですか。いや、木です。木です、ね、木です。これはだから、ここは木もいっぱい持ってくるから、ここのうちは、うん、こういう変なものがね、絶対盆栽屋さんでは売ってないものがあるから面白いんですよ。これ作ってみると、うん、私は買います。こういう楽しみもありますね。だからここら辺から見ないとダメ。これは斑入りでしょ。これはよく知ってるね。で、これは斑入りでしょ。この宮間霧島は一体
なんかあるのかな、島田いちご、ちっちゃいのかな、バカにちっちゃくないかい宮間霧島でも。ちゅえつさん、あの島田いちごっていうのは小さいんですか。やつぶさ、やつぶさ、じゃあもともとの宮間霧島と米つづちと交配したものをほうほうまた撒いて、うん、あの信濃塚に島田慎太郎っていう有名な山荘家がいらっしゃったんですよ、うんうん、その人が作ったものです。へえ、有名なものですよ。バカに小さいから、これは3つしかないですね。これしかないね。ほう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 、これはヤツブサの、まあ、宮間霧島としてはこれが一番今でも人気があって、うん、丈夫そうだよ、まあ、これを元にしてまた撒いて何か作ってる、作った品種がありますわ。あ、そう、ね、もうこれが原種みたいな形、ええ、覚えた、米ツツジ宮間霧島と米ツツジの交配種。ちなみにこの何人かだここに実がつくけど、オスメスがあるんですか、やっぱり。 あるんだけど、この今私出回ってる品種は両生花といって一株で実がつくのね。じゃあここ今お花ついてますよね、これほっといても実つきますよ。これは本当はオスメスが別にあるんですけど、普通あるもんね、はい、これは両生花で、あのこれで一本で実がつきます。何もしなくて。これは寒がります、なんか。いやもう一回柑橘系だけど、マイナス30度までいってます。あ、本当、なんとなくほら金図みたいなね感じがするから。寒さにも暑さにも丈夫だよね。へえ、あの地中海のなんか今物騒なシリアとかあの辺りに地中海沿岸のこう岩山に生えてるとかっていう。あ、そうなの、これ野生にあるんだ。乾燥にも強いし、全く日陰でも強いとか、なんか何でもいいんだこれ。増えた、ほらほら、八つぶさ蓮華、ほら蓮華の姫が気楽会で話題になったろう昨日。これだよ、多分同じだと思う。これ八つぶさの蓮華、多分ね、蓮華ってもっとね長いんだよ、ね、この間が、はい、ここまで出てるから、これを刺して作る、はい、ということで、これはお買い。こういうのはこういうとこじゃないと見っかんない、はい、普通の人は扱わない。満作のね、不入り、これ花も終わっちゃってる。あ、終わったからそうなってるのか、うん、そっかそっか。なんか変わったもん探しに来たんですけど、これが珍しい。何これ日本でほら売っちゃいけない、ほら、ヤドリコケモモの、え、コケモ移動禁止植物の。ただこれはその台湾産で、台湾ヤドリコケモモといって、ほとんど日本のもと変わらないんだけども、うん、これは大丈夫なの、売ってもいいんだ、うん、日本のヤドリコケモモも絶対移動禁止。ヤドリコケモモっていうのはヤドリギになるの？あの、まあ、着生なんだよね。あの地面に生えてなくて、こう木にこうくっついたりして。ああ、これは違うよね、これ花。これはヒサカキ。あ、ヒサカキ。このヒサカキ、白身のヒサカキね。普通赤ですよね。コケモモっていうか木だね、完全に。ヤドリコケモモっていう名前で。木なんですか？じゃあ実もなるんですか、コケモモ。丸いね、なんか、まあ、コケモモみたいな形になりますよ、やっぱり。まあ、実は昔食べたとかいう話だよね。あ、そう、ね、食べれるんだ、うん、ただあの寒さにも強いしね、これね。へえ、そうなの、うん、台湾産ってほらあれだけど、いくら凍ってもなんともないですよ。へえ、新潟の人が言うんだから間違いないね。マイナス2、3度、5度ぐらいまでいいんじゃないかな。うちはうちのあれでも大丈夫か。まあ、真夏カンカン照りだとちょっと焼けると思いますので。あ、そっか、はっ、ね、そっち系ね。そうだよ ね、まあ木はここを見てない。梅鉢そうだ、これね、すっごい可愛い花咲くんだけどさ、なくなって復活してってやつで、梅鉢そう。あ、バンダイソーです。あ、梅鉢、あ、梅鉢そうね、梅鉢バンダイソー、うん、これ、これ丈夫だけどさ、売り切っちゃって、なくなっちゃう。これいいじゃん、可愛い花咲くんだよね、うん、梅鉢そうみたいな花の多肉植物、はい、細葉、ひな、薄雪草。薄雪草か、綺麗だけどな、これもあれなんだよな。高山植物だよね。高山植物だからね。これはそれなりのちょっと。わさび。わさびがある。へ、南京七かまどがある。昔いっぱいあったけどな、最近見ないね。一かがぐらい山登りしたんですよ。あ、そう。これでも矢小枝で増えるよね。まあ、挿し木もできるし、あの、飛行場で外しもできるし、丈夫なもん。これいいんだよ、ちっちゃくてもね、花咲いてね、実つくんだよ。七かまどはさ、南京じゃないとあんまりつく、
大きくしないとつかないけど、南京ってつくといい、うん、これはあの盆栽の添えに使うのにはいい。葉っぱが可愛いんだよ。はこれさ、これいいよ。うちの中の人たちますよ。うん、秋山の方に、ね、そうなの、うん、私1月の名品店でこれ飾った、うん、ガラスケースの中に入れてもらったよ。冬に咲くの？一年中咲いてる。スミレ。あ、はいはい、ありがとうございます。はい、これ、なんだっけ、虫取りスミレだよね。虫取りスミレ。虫取るんですか？洋酒のね。うん、そう。日本のじゃないんだけど、やたら咲くんで、真冬にスミレ咲かないじゃん、あんまり。で、一回かざした。ベランダとかどっかだと、真冬でも本当咲いてますよね。結構増えんだよ。こういうところは取っちゃっていいんですか？ああ、これは取っちゃうけど、あのね、葉っぱの先っちょで増えるんじゃなかったっけ、これ。変な増え方です。そうですか、こういうロゼット状の時に、うん、冬長このロゼット状の葉っぱをバラバラにするの。これね。バラバラにして刺すと全部刺します。そういうこと。だから葉っぱがね、こういうふうにくっついてると、この辺からの子供ができてくるじゃん。葉っぱの周りにバーって。昔は冬仕事によくやったんですよ。薄い基礎は難しいから抜いて、これは抜いて。ちょっとね、少女バカマの中でも珍しいね、つくし少女バカマのハルカノコという品種で、花にね、こう絞りのこう点々の模様が入るんですよね。花につくの？ね、花にね、葉っぱもちょっとこんなこう点々だよ。病気のような。いや、病気じゃなくて、こういう絞りが入るっていう珍しい種類だよね。ハルカノコ。さすが3000円。そうか、姫美ロード。これはあれじゃないかな、木舟じゃないよね、うん、このあれは。ではね、木舟よりもちょっと細いよね、葉っぱがね。姫美ロード。そう、ほら、うちでほら、うん、売って。木舟だったら5000円で。そうだよね、木舟だったら、うん。姫ではあるんだ。そう、その間の木舟が売ったら、これ2ケースぐらい買っちゃう。これ何？ドライバーインテリア。それはドラバって、あのこれはどういう風に黄色い可愛い花咲くんですよ。多肉？多肉ではない。多肉はシャキフラが仲間ですから、雪の下から来てる。こんなの分けてさ、ここに黄色いの花が咲く。あ、ドラバか。ドラバだ。ドラバあいつなの？ドラバ、ドラバインブリカータ。インブリカータじゃなくて黄色だね。それはドラバだから、やっぱりな、油中だわ。油中だわ。よくしてしょ、よく知ってる。でもちょっとこれ分けたら面白いじゃん。これも咲きそうだね。この辺だってほら、多肉系じゃん。多肉っぽい。これは触ってほら、これね、あれなんだ よ洋物の名前じゃなくて、和物の名前にしないと展示会で使えないんだよ。だ、ね、だね、和名がついてるんですよ。ついてるね、なんか和名がついてるんだよね、確か。ちょっとこれいいわよ、時は花くだ。今あんまり綺麗じゃないけど、これね、すんごい綺麗な花咲くんだよ。で、多肉の仲間みたいなもんだから、これ一個ずつ外して刺し目で増える。あ、じゃあ待って、これ見たい。こうかな、これいいですよ。はい、しまったよ。まああんま関係ないね。だってこの状態から分けちゃう。分けたもんね。うん、これで 3,4 個分けられるでしょ、うん。これ大文字草、ナチ。那智小葉大文字草の、要するに屋久島と同じくらいだけど、でもまあ本土では一番ちっちゃい大文字草で、ほとんど大きさはここから成長しないです。花は白。丈夫ですよ、これ。意外と丈夫。大文字草は春だから3つ。あ、ここがあった。冬入りは花は同じだから、ハギはもう、ハルリンド、かわいいから、これはほら、種で生えてきたのがかわいい、ね、これね、これね、一年草なの。リンドに見えないでしょ。ここが開いてきて、リンドの花がブワーって咲いて、種が飛んであちこちから生えてくるんだけど、本体はね、なくなっちゃうの。うちだとね、ダメ。あのね、おじさんがね、みんな引っ込めて捨てちゃうのよ。草取るおじさんがいるじゃない。だから保護しないと時々。こっからずっと草取っててさ、盆栽に生えやすいんですよ。なんか生えたらみんな抜いて捨てちゃうじゃない。だから
あ、夕張タンポポあった、ありました、ゲットです。これほら葉っぱのちっちゃいやつね。そう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 、あ、うん、これをまず下に見て、やむろちゃん、くっついてる情報量が、はい、知ってます、知ってます、お話聞くのよくてずっと声まくっついてる、小さくなるのだけ知らない、知らないからさ、説明してくれてる、ね、くっついてるって今下で見つけたんですか。そうです、あるじゃないですか、ほら、あ、もっとちっちゃいのあった、隠しといちゃダメですよ。これ白バナでしょ、白バナ弱いんだ、でもさっきのやつのが自然だね、これもしかしてワイパサ入ってくるんです、虫取りすみれ、これは日本のかな、さっきのでしょ、うん、さっきの洋物、これ日本産、虫取りすみれ、こっちにしか見えない、そうですか。でもこれちょっとね、下にあったんですよ、下、はい、そこにこの千島丸葉柳っていうのがね、かわいいし、これこれは木ですね、うん、これは木だけど、ちょっと久しぶりに買ってみようかな、意外とちょっと葉っぱ丸くてかわいいんですよ、山売りトランカでこれ1個残しておく、全部買うとね、ここにちょっと、まあ、訳しましょう、ダイソー、ダイソーの書は書くね、で、タイは帯ですね、うん、筆の元を縛る草、うん、昔こう筆を作る時に元をキューって縛る時にこれ結構硬いんで、訳しまんじゃないやつはこんな長いの、うん、山に生えててそれバサッと切ってくるのクッとやるんで、書って筆の帯って書く、書く時の帯って書く、屋久島は珍しい、うん、短い、こういう、こういう、うん、奥が深いんだな、なんか、そう、奥深いんです、知らないものばかり、そうなんです、だから面白い、サギソウ、え、野生、野生種、野生種なんてあるんだ、うーん、何にもない、うんうん、ねえねえ、中越さん、はい、野生種ってこれ何球入ってんの？それ3球入ってます。3球、はい、違うの？野生種と野生種じゃないの？野生種、まあみんな野生種なんですけど、本当は、うん、それは本当に野生のサギソウを採集して、それ分球で増やしたものですね。花が、あの出回ってるやつとはちょっと違う。花違う。はい、花は同じだけど、系統はちょっと違う。サギソウの球根買ってきてって言われたけど、ないから、これ買ってはならないですよね。では多分出てない、みんなも植えちゃってると思う。そうでしょ、遅いよねと思ったの。もう2箱もいっぱいになっちゃう。7個あって、ちょっとだけ残しておいてもらう。残します、残します。じゃあこのくらいでいい？見に来るってお客さんがいる。あ、これね。はい。2つくらいあればいいんですか。破れがすごい。でもこれ、出る前に植え替えるからね。これいいんだよ、すごいんだよこれ、コタヌキラ、タヌキ、タヌキの尻尾みたいな方が好き、これがさっきはね、あの花猫のメソウ、これ猫のメソウです、ここに花がついてます、これも結構意外性あって花が、これいいですね、なんか面白いです、本当あのあるとこは雑草のように生えてますよ、これは視聴者がついてこれるか、はい、無理かもしれないから止めたっていいですよ、ツルリンドウがあった、さっきの猫のメソウの本体はこれです、普通に生えてるのはこれ、これが咲くと面白い、葉っぱの色も全然違う、うん、今猫のメソウこういう色してるよ、ツルリンドウがあった、ツルリンドウってこう伸びて崖にぶら下がってリンドウの花が咲いて、その後赤い実がなるんです。つるりん。これ飛んの？そう。これ飛んの？そうそうそう。ぶら下がるんですよ、崖からビヨーンこんな実？そうそうそう。あー素敵。ぶら下がるんです。いいですね、素敵だ。だから展示会の時にちょっと高いところに置いて、うん、ってぶら下げて赤い実、うん、か花。あー欲しい。おこれこれこれね、三鉢1200円で一鉢500円。入れですか？はい。おいですね。ここはね、変なものが多いんですよ。箱根下津。え、コマイズルソっていうのがあるの？
舞鶴草じゃなくて、こ舞鶴草、白身こ舞鶴よ。これは珍しい、こ舞鶴。何もわからない、わからないでしょ。舞鶴草、違う違う違う、こ舞鶴草。屋久島立坪すみれ、これがいいんだよ。これはこれすごい丈夫なの、ちっちゃいでしょ。立坪すみれっていうのはうちの近所にも生えてんだけど、はい、これは屋久島。見えるスミレ。うん。だけど、ね、これのちっちゃさ。そう、ちっちゃいんです。これは。思ったの思ったの。これはいいです。やったー、これ上手なの。本当かわいい。絶対かわいい。あ、これね、前も見たんだよね。タンポポのような花が咲くんじゃないかな。これ刺し目だね、多分ね。タンポポではないの？多分タンポポじゃないと思う。あの、鶴みたいにこう増えると思った。うん、あるある、こういう。みんな売り方あるの。ね、めちゃくちゃ。チーズ。あ、チーズです。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？いや、あのね、もっと量があるかなとちょっと期待したんだけど、ちょっと少なかったんですけど、うん、でもちょっと変わったもの。これ前から見たことあるんだけど、とうとう手を出してしまいましたしね。はいはい。なんか説明聞いてたら、うん、いけそうな。うん。中越のおじちゃんがすごい丈夫だと言ったので、刺し目を。しましょう。分かりました、はい、で今日買ったものたちを、まあ、これから実験と研究を重ね、はい、商品化していこうという、まあ、材料にもなる。そうですね、大体ね、うん、すぐ使えるのもありますけど、うん、どっちにしろ1ヶ月先にならないと葉っぱがない、うんうん、なので、まあ、その様子もまた動画でお伝えできるのかな。1年後1年後じゃない、1ヶ月後。1ヶ月後、1ヶ月後なんで、うん、あの写真はあの撮りますよ。わかりました。撮ります。でまたこれの様子も、はい、野草の世界は正直僕はあんまりよくわかんないですけど、そうですね、これから勉強して手を出していきたいなと思います。結構あの盆栽の脇に置く草ですからね、うん、面白いね。そう、いっぱいあってもね、はい、いいと思います。はい、はい、というわけで、今日は仕入れ、はい、仕入れでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。